ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今回は信長の野望大使パワーアップキット真田家編をプレイしていきます。前進せよ。さあ、この時のために兵糧を蓄えてきたのだ。集合まで2ヶ月、果たしてどうなるのか。めちゃくちゃ遠くから呼んだからな、しょうがないんだよな。太田城から集めたからね。大名を入れます。闇取引だね。まあ、万が一兵糧足りなくなったら悔しい思いするんで、もっと米を買っとこう。取引を行いましょう。さあ、前田家も軍出してきたね。28,000人。家康が勝ってしまった。黒田長政軍に。ダメだ、これダメだ。いかんな。集結まだ早く。急げ。前田の城がなくなるぞ。こんだけしか軍出ないのかよ。あ、引っ込みやがった。嘘だろ。ちょっと待って。報告します。いかんな。全然集まらん。くそ、やっぱ分かってはいたことだけど、遠すぎるな、ちょっと。距離が。ダメだ、徳川の天下になる。米を買い込めよう。1万人か。これは富山高岡七尾って取りたかったけど苦しいかもしれん。いざ参ろう。出陣するぞ。頑張れ前田。これ先っちょの方しか取れんかもしれん。これいかんな。あ、ダメだ、これダメだ。ご命令。ちょっと遠かったな。主に遠かった感じがするな。七尾城に向かいます。しょうがない。遠かったんだもん。いや、ないよりはいいよな。前田家臣も回収できるかもしれん。頑張れ。はい、前田が勝った。よし、来た。前田が違う、金森が勝ったのか。金森家が勝った。いや、違う、高岡城取ったんだ。高岡城守りきったんだね。いいぞ、行くぞ。俺は高岡城に行きたい。いや、先に名乗るぞ。ダメだ。いざ参ろう。もうこっち。前進せよ。急げ、正幸。行軍速度アップみたいな取っとけよかった、こんなことなら。この先全部取れたら嬉しい。無理かな。報告します。あと、カリトロウズキ入れときます。やばい。兵糧がやばい。あと、なんか対面ないか。闇取引も入れよう。米買おう。取引を行いましょう。よし、高岡つきそう。これすぐ落ちるぞ、きっと。急げ。よし、着いた。オッケー。来たー。何さ、49。これ多分交渉出るんで、きっちり交渉して落とします。まだ交渉ない。今なら武将も兵も全部逃がしてやるぞ、城だけくれれば。こんなに素晴らしいことは。富山が落ちた。でもこれ徳川の軍じゃない、よく考えたら。金森家だから悪くない。全然悪くない、徳川の城じゃないなら。報告します。むしろいいかもしれない。ゲチよ。金森家なんて簡単にやれるだろう、これ。取引を行いましょう。米買って、馬買って、鉄砲買う。交渉来た。よっしゃー、この交渉大事だぞ、正幸。下手に出るんだ、下手に。上から行くなよ、上から。下から行くんだぞ。下手にな。うわー、そっち行っちゃうかー。拓田城。守れないよな。はい、何よりも大事な交渉。いや、どうしよう。相性がいい佐竹義重なのか、正幸で行くのか。相性大事だよね。ここは、前田家と縁がありそうな武将で行くか。誰だ、そんなのいる。あんまいないな、多分。僕の知識では分かんないですね。佐竹義重で行きます。関東の武将が、関東の田舎武者が、全面解放で58。頼む。はい。滅ぼしてくれるわ。あと1ヶ月殴ればいいんだろう。知らねえよ。七尾までは多分取れると思う。
いやー苦しいなこれ。やっぱ正幸で行けばよかった。正幸だったら後悔はなかったはずなのに。ご命令。なんか出てきたな。9700人。到着まで16。16だったらもう落ちるだろこの城。落ちるね。あと6日だ。よし、オッケー。はい、お米を買います。はい、所持金がゼロになりました。ゼロって結構珍しいかもね。さあここ武田城が粘れれば。はい、飛び地がさらに増えました。いいぞいいぞいいぞ。これが真田の戦よ。でここで待機。この、9500人、奥村助上門隊が、ここで戦ったら15000。負けだな。やられてから出よう。慌てる理由ないんで。これ遅れる者は斬る。伊達政宗も欲しいな。家康と戦う上で、徳川と戦う上で。はい、頑張れ超連流、頑張れ。徳川家が勝った。あ、終わった終わった。いざ参ろ。前だけ終わっちゃったよ。我に続け。超つぐつらみたいなやつがいたけど、あれの子孫かね。あ、一瞬で落ちちゃった。参ったな。ちょっとこれ七王女最後にしたいんで、一回城から離れます。いざ参ろ。これ多分ね、この松並城、これすぐ落ちちゃうんで、隣に出陣するぞ。隣によ。報告します。ああ、あんまり、いや思って、まあ、城2個取れればいいんだろうけど、でも正直もっと欲しかったな。欲しがりかもしれないけど、徳川は城1個しか取れなくて、残り全部うちがゲットぐらいのものをこう想像してしまっていた。だからちょっと残念な気分ではあるな。よし、統制不足見えてきたぞ。徳川との戦までにあればいいからね。多分これ着いた瞬間に落ちるんで、そしたら出ます。あ、落ちなかったね。使いのものが来たようです。前だけより交渉拒否無理です。もう滅びるんだよ前だけは。前だけも上杉家と同じように吸収してくれるわ。この調子で徳川と仲悪くなった勢力一個ずつ平らげていったらどうなんだろう。全部が飛び地になっていくか。そう、結構兵糧食うな。ご命令を。闇取引打ちます。我に続け。さ、米を買うぞ。取引を行いましょう。ありがとう。お、いいね。ずっと成功してるね。早く落としてくれよ。兵糧不安なんだよ。よし、落ちた。オッケー。今だ。七王女へ向かえ。我に続け。悪く思うなよ。なぜかちょっとキャンプ生活を行っていた真田正幸君がやってきました。逃げ込んだ奴らをもろとも奪い去るのだ。はい、これで2ヶ月。儲かったね。いらない軍を騎乗させます。ちょっと兵糧がかかりすぎるので。これでいいね。志。まあちょっと兵糧もったいなかった感じになっちゃったけどね。一回も戦争しなかったから、開戦しなかったから。まあでも、足りない思いをするよりはいいはず。ご命令を。さあ、これで今度こそ徳川との戦になるな。最悪ここは捨てたな。兵糧だけもらっといて。毛利は食いとどまったみたいだね。なんとか徳川と前田川を結び戦をやめた。よし、いいよ。全然関係ねえや、うちにとっては。報告いたします。うちは停戦しないからな、悪いけど。これより兵糧を。わしは家康ほど甘くないんじゃ。家康公は優しいの。これにて表情を終えよう。さあ、統制不足まであと軍事42。それ取れたら今度は野戦地区両方取ればね、かなり戦争強くなるんで期待。ご命令を。よし、米買うぞ。取引を行いましょう。はい、兵糧15万キープ。 OK。 はい、七尾城落ちました。これで前だけも終わりだ。よしよしよし。まあベストではないけど悪くはなかった。まあ大したことない武将が大したことない武将がたくさん家臣に加わりました。はい、まあ、この時代ならこんなもんなのかな。さあ、騎乗するぞ。上杉を倒し、前田を倒し、どこへ行くのか我が真田家。取った城の歩兵をちょっと見てみようか。まあ、ゼロにしてもいいと思うんだけどね。さあ、次の手を考えます。兵糧はある、お金もある、鉄砲と馬も結構買った。だけど徳川と戦争はできないよな。
どうするんだ一体。どう、何ができる。これ徳川と、徳川に手切れして、手切れした瞬間にこっちに攻め込んでくる可能性あるんだよね。そしたら援軍が届かないんだよね、堀家の領土が邪魔で。でも真田城捨てっていうのはちょっとないんだよね。やっぱりここから出る兵力で岩櫃もしくは真田城で防衛するべきだろうね。で防衛をしつつ、堀家だな、堀家の兵が、6800、柴田城の8000と米沢の9000、これで攻められるかな。こっちはもう出せなくなるからね。こっち来たらどうしようかな。これどこに何来るかわからない。こことね、飛び地じゃなかったらね、もっといろいろできるんだけどね。防塁立てるか。防塁ってレベル1でもかなり効果大きいんだよね。ちょっと兵数上限まで出ないから立てるか。あー、立てられないな。準検所レベル6壊したくないな。承認所潰そう。お金を抱えたまま滅ぶわけにいかないからな。馬の産地に承認帳があるのも謎だ、そもそも。かしこまった。そろそろ人材の配備も始めるか。まあとりあえず出てったやつらが帰ってきてからだね。さあそろそろ X デーは近い。どこ。あー、豊臣がついになくなるのか。不参戦だ。世の汚れを払い天下に正室をもたらさん。豊臣家が対面対象となったようです。援軍が出ない。あー、なくなるね。もうなくなる。怖いな。うちに来そうで怖いな。来ることはないんだけど、従属だから。参戦。来たか。来たね。ここだ。もうここで行くしかないね。この毛利対徳川で全部不参戦にしときます。あー、包囲網来た。じゃ不参戦で。この包囲網に加わりません。今しかない。今年だ、行くなら。さあ準備するぞ。 X で来ましたね。ここだと思います。 X で兵糧もある、全部ある。ないのは土地だな。人材はもう騎乗したようだね。人材の配備をします。正幸は城攻めをさせようか。いや待てよ、雪村と正幸でここ守ろうか。で佐竹義重と、直江兼続に堀攻めを担当してもらおうかな。もうちょっと軍出ればよかったんだけどな。あ、足軽雇おう。ちょっと待つか。ちょっと足軽増えるの待とう。今もう全部を投資していい時期だ。金銭収支だいぶ減ったんだけど、上田、飯山、岩櫃で足軽を雇用し始めます。で真田城、ここをゼロにしよう。ここに攻めてきてもらおう、真田城に。で真田城も武将も撤収させちゃおう、思い切って。で誰を連れていくのか。雪村と正幸両方いても両方の技能は使えないんだよね。真田正幸を連れてきます、岩櫃に。行くぞ。で米沢に雪村連れてこよう。よし、これで移動が完了したら出るぞ。我に続け。問題はさ、こいつらだよ。伊達とか最上が来たらダメなんだよな、結局。もう今行くしかないけど。忠勝も西にいる。今しかないと思う、行くなら。家康も西にいるよな。徳川が兵糧切れとか起こしてくれたらいいんだけどな。計りごとならば。あ、遠路航軍が出てる。これ欲しい。あ、いや待てよ、もう兵糧は多分ギリ足りるから。遠路航軍じゃないな、やるべきは。やるべきはなんだ。やるべきはこれにて表情を終えよう。やるべきは統制不足だな。あ、商業がギリ足りない。あ、次までには取れるか。捨てがまりも欲しい気もするが。ゲチよ、これ北で戦争してるからさ、伊達、最上来ないかもね。ちょっとわかんないけど。はい、着いたよな、雪村。よし、行きます。手切りだ。
バカめ、これが表裏卑怯というものよ。家康め、この機を待っておったんじゃ、わしは。行きます。徳川家とは手を切らせてもらう。これも乱世ゆえ悪く思うでないぞ。まぬけめ。さあ、これで我々は自由だ。で、どうする？このまま堀家攻めだよな、やっぱ。宣戦布告。いや、待て。これさ、こっから最上伊達と同盟結んで、堀家攻め。堀家は、もう徳川としか繋がってないからな。今ならそう関係悪くならないぞ、これ。多分。一旦で25上がるからもう、3、4単語には同盟結べるな。いいかも。ちょっと待って、お手紙大作戦行きます。待ってよ。いや、でも徳川が仕掛けてきた瞬間に切れるか。いや、ダメだ、徳川が来る。いや、もしかして来なかったりして。いや、来ると思うけど。今、包囲網中で忙しいんだよな、徳川。もしかして。これ、新鮮あげとけよかったな、さっきのうちに。ま、これで、様子を見よう。これで様子を見ます。即徳川来るんだったらもう関係ないからね、これも。来ないね。やっぱ来ないね。包囲網中だから。いいぞ。いいね。いいね。これでなんか手切りがなかったことになって、なんかなーなーで許されて、周りといっぱい同盟できて、こうなんか、なんとなく、真田家の存在が許される世の中になる、なってくれれば。あ、徳川家康が狙ってるって言ってる。ダメだ。許されない、これ。もう堀家行こうかな。これ徳川宣戦告してきたら結局、最上と伊達との同盟も切れるから、やっぱ意味ねえわ。それ許されるわけねえんだよ。やっぱ許されねえわ。分かってた、知ってた。じゃあ行くか。待って、よく考えよう、よく考えよう。徳川包囲網が終わる前に行った方がいいと思う、絶対。行きます。こんな、もう、西の連中は包囲網やる体力がなくなってきつつあるからね。行くぞ。相手にとって不足なし。さあ、周りはどう出る？助立ちするぞ。はっ、最上が味方してる。来た。助立ちいたす。はあ、来た。お手紙大作戦の勝利である。バカめ、堀よ。貴様も滅びるんじゃ。やった、友達が多かった。意外と徳川の元にいる間に友達増えた。やったー、来た、これ。かしこまった。いける、いけるぞ、これは。いける、やったぞ、これ。よし、出るぞ。あー、でもどうして、どこまで出よう。待てよ、相手方についてるのは、あー、金森長近堀家についてんだね。ここまで取ろう。じゃあここまでいけるかも。出るぞ、もう急いで出た方がいい。で、どうするかなんだよね。これも、沢だから、いや、もう佐渡島めんどくせえんだよな。どうしよう。行きます。とりあえず、海へ。海へ渡るぞ。正幸は残します。なんかね、大変なの来そうなんで。さあ、これで結構強い3部隊だね。兵数は1万6000。1万6000で足りるかな。相手は7000いくつしか出ないんだけど、これ富山からの援軍出てきたらちょい足りなくなるかもな。その時はまあ正幸出すか。うん。よし、行くぞ。前へ進め。己を信じるんだ。紅の一撃、食らわせてやる。さあ、周り動きないぞ、今のところ。よし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 。これは願ってもない好機。この徳川包囲も効いてるな。よくやった、照本。今助けに行ってやるからな、徳川を食い破って。伊達と津軽が輪を結び戦をやめた。よくない、よくない、よくないよ、よくないよ。待て。非常によくない。よし、行くぞ。行くぞ。サバダに上陸します。この雪村に続け。相手の兵数6800、余裕だね。伊達がね、ちょっとよくないんだよ。伊達家敵視。最上はね、仲良くしてくれる気がありそう。あとは、あ、浅野家同盟いけちゃう、これ、ひょっとして。ありか。ありか、浅野、婚姻あるな。浅野結婚ありか、これ。結婚すれば徳川家より優先されるだろう。結婚します。
結婚します。浅野家と結婚します。誰だ？お梅、4歳。4歳。4歳？待って待って、もっと大国はいないのか、もっと。いやー、でももう大国いないんだよね。小国しかいない。よし、婚姻だ。4歳女児を送りつける。仕方がない。浅野長政61歳。これかな。いや、待てよ。最上と婚姻できるようになったら、最上の方がいいかな。いや、ちょっとよく考えた方がいいな。まあ、周りで一番大きなのは、でも浅野家なんだよね。その後の展望を考えると、自分はどうしたいんだろうな。でも浅野家と同盟したら西行くのに自分が飛び地飛び地になってしまうな、正直。あ、とりあえず同盟結んどくか。ちょっと邪魔になる可能性あるんで、同盟結びます。とりあえず、浅野の領土がむしろ欲しいかも。浅野の領土取って、関東の徳川と戦う地力をつけていきたいかもしれない。それは甘えかもしれないけど、そっちの方がトータルよく出るかもしれない。よし。行きます。同盟切っても表裏卑怯のものっていう志があるんで、周囲の神前落ちないからね。があ、これうちじゃないか。ああ、うちだ。来ちゃったな。敵が迫っております。ああ、想定通り来た、真田城に。真田か岩光って思ってたけど、来るぞ。完全に想定通り、井伊直勝。6部隊。真田城か。来たな。来やがったな。これすごいことになってます。こっちは6975人。こっち、まあ、大体7000人。相手は2500人。もう3倍近くで当たれるんで、楽勝です。もうボコボコです、これ。足軽も雇ってるからね。到着が30日。結構すぐだね。もう出た方がいいね。出ます。7600人。まあ、今は堀家滅ぼす方が優先なので。我に続け！ちなみに誰が徳川に着いたんだ？徳川、福島、結城、細川、池田、金森、京極、賀門、里見。これはでかい！わあ、伊達と南部がついてない！やったー！これはいける！これはいける！伊達と最上友達になれる！やったぞ、これ！とりあえずここ跳ね返しつつ、徳川に心中してる。徳川の同盟相手を食っていけばいい。ただ商業収入はガタガタになったな、これで。さあ、来るぞ。ここ大丈夫だよね。うん、大丈夫だね。まずは沢田。佐渡島金山をもらうぞ。二つあるみたいだね。金山と銀山が。はい。雪村が武器、はい、メイクで語り腐りするがよい。よし、これは落ちる。真田の分見せてくれよ。六門戦。敵が我が領内に向かっております。いやー、それを恐れていた。正直それを恐れていた。17000人。あ、家康来ちゃった。家康来ちゃったな。撤収かな。これは守れないな、飛び地だし。はい。というわけで、至福の時を経て、ついに、対徳川との戦が始まりました。まあ、準備万端とはいかないんですが、まあ、もうね、これ以上先延ばしにしたら間に合わなくなってしまうので、ついに手切れとなりました。さあ、ここからあとはもうね、なんとかうまいことやりくりしながら少しずつ、徳川家の勢力に追いつけるように、勢力を拡大していく感じになりますね。はい。というわけで、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。